世の中に新鮮な驚きを与える人がいる。富田由紀が見せる新しいムーブメント、無限に広がるフレッシュな世界、新しいことを創造する新しい人、フレッシュフェイスです。愛は食卓にある。キユーピーの提供でお送りします。フレッシュフェイスです。 In the case of ユキ富田。 Z 世代の価値観とか結構未知の存在みたいな風に言われることも多いんですけど、今はターゲットじゃなくてもこれから社会を動かしていくような世代になっていくと思うので、そういう人たちのどう考えているのかとか、そういうのを結構汲み取って新しい事業を作っていったりとか。10代から20代前半の Z 世代と呼ばれる若者たちが注目されている。中学時代からスマートフォンに慣れ親しみ、SNS を自在に操るソーシャルネイティブな世代。富田は彼らのニーズや意見を必要としている企業へと橋渡しをしている。パソコンがあまり使えないっていう子が結構いて、もうみんなスマホ慣れしちゃってて、レポート書くときもスマホで打ってからそれをメールとかで送って、うん、いる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 。その強みは富田の下で活動するチームドット。現役大学生ら100人ほどの Z 世代集団だ。普段から交流がある彼らに企業の担当者が加わり、会議は開かれる。友達との会話の続きのようで、 Z 世代の本音が出やすいという。タイヤメーカーとの会議で、未来の自分は車が欲しいかと問われた Z 世代は、私はもう絶対に免許は取らないです。ゲームみたいに面白い運転になったらいいなって。実際に話してみたら、ステレオタイプと言える子たちが全然いなくてですね、みんなそれぞれ違うということが本当に目から鱗で。新しいこと、変わらないセオリー。 Z 世代の特徴は自分の得意分野を伸ばすこと。イベントや会議でイラストを使って議事録を作るグラフィックレコーディングなど、新たなビジネスも生まれている。フレッシュフェイスです。その先は、学生にとってもフラットな状態で企業さんと接する機会っていうのが普段ないので、リアルに働いてる人たちの事業に触れられるっていうのは貴重な機会だったなっていうふうに思ってます。愛は食卓にある。キユーピーの提供でお送りしました。